ラジオペンギンと出版皆さんこんにちは西葛西一のラーメン食いこと中村慎太郎ですこんにちはお城ら日香ですはいあの早速なんですけど嘘です <laughs> すみません <laughs> 10秒で実はですね <laughs>、はい、ラーメン、はいはい、すごい好きなんだけど、はい、ちょっと苦手なんですえとはで今日はこのラーメンにまつわる話をしていきたいんですけど、はい、その前に、はい ラーメン学の概論なんですけど、ラーメンを食べるのめっちゃ好きで、僕しょっちゅうラーメン食べてるでしょうで、現金が多いから、そう。ね。わかる。でも現金入ると必ずラーメン食べに行って一まず財布見て、あ、現金入ってる。ラーメンラーメン行くか。ラーメンなんですよ。でい。で、西笠西のラーメンって話にしたいんですけど、あの、野望として、というか常に企画の 中に、笠井西笠井のラーメンっていう企画、本の企画があるんです。あ、なるほど。だけど、書、はい、けねえんだ、そんなもん。ラーメンってうまいじゃないですか。うまい。だけど、書こうと思うとすごい専門的なんだよね。麺は、えー、縮れ麺 <laughs> スープは、<laughs> 醤油みたいな。<laughs> ね。はい、ということで、 あの奥深いラーメンの世界を見たいんですけど、はい、まず僕は分かんないことも喋りながら理解していくという癖があってですね、うん、まあこの番組を通じて「葛西西のラーメン通」になっていこうかなという逆だよと普通通が喋るから聞くんだよ <laughs> って話なんですけど、はい、まあ一応葛西西で僕はもう40年近くラーメンを食い続けているので、うん、おそらく古くは、うんえー、ジャスコとかで食べたんじゃないですか。ジャスコ <laughs> 今そこにイオンあるでしょあそこジャスコでマルエイってマルエイあるでしょマルエイってわかる分かりますガストがあるとこあそこはダイエーだったんですよああそこダイエーだったんですかでもうちょっと手前にナコスっていうのがあってうえジャスコとダイエーでショッピングああ違う違うあのフードコートとかでラーメン食べたんじゃないですか多分うっすら記憶にありますよイオンとこのジャスコはスケートリンクあったんですよ あ、そうなんですか。意味わかんないけど。はい。へえ。なんかあったね。そういやね。知らなかった。うん。まあというわけでですね。はい。ラーメンなんですけど。ラーメン。さあ、足利さん問題です。はい。ラーメンは何味があるでしょうか。醤油。醤油。味噌。はい。塩。味噌塩。豚骨。豚骨。以上。四種類くらいしか思いつかないじゃないですか。はい。 そしてここでこれなんですよ。<う>教養としてのラーメン、青木健さんの本を私は持っていてですね、はい、この本ね、到底読めたもんじゃないですよ。到底読めたもんじゃないなんていうのかな。あの、はい、なんでこの本は読めたもんじゃないかっていうのは、はい、ちょっと理解できると思うんですけど、はい、基本ラーメン、ラーメンの基本ジャンル、20っていうのがあるんですよ。ほ<う>ね、えー、で例えば、豚骨のとこを読むとですね、はい まず絶対に誤解してはならないのが豚骨とは素材であり、澄んだ醤油ラーメンから濃厚味噌まであらゆるタイプに使われるということ。うん、これは一般的に流通する不透明なスープの豚骨ラーメンを刺す。豚骨を強火でに立たせて炊くことで乳化し、白く濃厚なスープになる。もう少し正しく表せれば、豚骨パイタンラーメン。多くの場合、 低下水の細麺からごく細麺を合わせる。白濁、はい、スープの発祥にも、クルメの偶発的誕生説、北海道からの伝来説など諸説あるが、これらが同時多発的、もしくは何かしらの影響し合ったものだと考えたい。一口に豚骨といっても部位は様々。肩骨は、背柄、豚頭など、地方や店によって異なる。とかね。はい、書いてあるんですけど、あ、待って、ここ読んだ方がいいね。 えー、ライト豚骨などと呼ばれる臭みの少ないスープもあれば強い熟成香を放つタイプもある、うん、九州出身者や愛好家にはその匂いこそが魅力ペーストのような超濃厚スープもありこちらにはごつい太麺タイプを見られると、はい、で写真がこちらですねお<ー>豚骨ラーメンこれは東京下江草の博多長浜豚骨ラーメン5点かなへ、はいうん。あ長浜五店のかなの5点かも長浜店。はい。ああなるほど知ってる 写真と字で、もうラーメン食いたくなっちゃって、ダメなんです。読んでらんないです。読んでらんないんですよ。という弱点があります。これはね、メステロ本ですね。で、ラーメンの種類、今言ったのが、醤油でしょ醤油。塩、味噌。豚骨。で、四つ、くしくも最初の4つが出たんですけど、つけ麺。油そば。あ、油そば。鶏白湯。ほう。 鶏パイタン俺すごい好きなんですけど、どんなやつだろう？鶏ガラで取ってて白濁したスープ、豚骨みたいな濃厚さがあるんだけど、あの臭みとかが全然ない、鶏ですね。はい。ええ、背脂系、背脂チャッチャ系、コープ系など、はい。豚骨醤油、うん、あれが好き。なんか豚骨醤油か。うん。はい。ええ、魚介豚骨、はいはい。 青葉が有名ですね。豚骨と海鮮系のラーメン合わせてるですかねはい。ちょっとドロッとしたスープですね。うん。鶏ちんたんいや知らないえっと清いいや清い湯とかいてちんたん煮干しラーメンまあぎが有名ですねゴールデン街はね激辛蒙古タンメン中本はい。うん。無花鳥調味料調味料なしかな科学調味料なしだと思いますねこれはね えー、中華そば高野っていうのが書いていの書ありますね、うんえー、手打ち麺全部が独立っていうよりは、うん、醤油で手打ち麺とか、うん、そういう混ざっていくんでしょうねこれね、はい、あと冷やし冷やしラーメン山形のそば店酒屋本店で誕生した冷やしラーメンの文化ということでねへえ<ー>、うん、あ油を取り除いて 植物性の油を加えてラーメンらしいコクを補ってるそうですね固まっちゃうからあと鮮魚系ね鮮魚系うん担々麺はいジー系がっつり系だからジローだねああジローかうんジローはんか色が薄いのが苦手なんだよねああはいはいかるスープの色でしょそうんか全体的に白くないってもやしとかもねであとは創作系はい ということでこ、こういう種類があるんですよ。はい、ね。うん、で、ええー、これ読んでいくとね、まあ、めちゃくちゃマニアックで。あの、こう、ラーメン業界用語とかも載ってたりとか、<laughs> ラーメン界隈人物辞典とかあるんですよね。<laughs> 石上秀行だけはなんとか知ってますけど。はあ。どっちか知らない。なんか有名店の。レイラとか知ってますか。わかんないですね。レイラわかんないよね。うん 知性漂う評論と品のある食べ姿を褒めたたえるテンションを数多い。書いてあるかかずわき。深夜番組お願いランキングでラーメン官僚として出演<ー>し、うまうまうまのフレーズで一躍有名になった。はい、正真正銘の官僚と書いてある、えー。独特の語り口でラーメンを就職し、2020年からトライ審査員に就任。特に北関東のラーメン店に精通ハンドルネーム、和明きだそうですね。はあ、こういうあの そのジャンルのツアー者たちがいるわけです。で、サッカーで言うと竹五郎みたいなのがいるわけですから。この番組聞いてる方みんなわかんないわかんないよね。犬ユナイテッドみたいなそういうのがいると。すするって人知ってるのあ、これは YouTuber だ、すする。えぇー。ですってね。するさん。勝俣邦和もいるよ。へー。 芸能界筆頭のラーメン2いや知らなかった東池袋大正県の先代、山岸和夫氏との交流、知恵のレスペクトは業界内でも有名、はあ、店主の心意気を感じるラーメンが好きだとか、<laughs> 清水美智子さんとか、はいね、清水美智子さんは、えー、自分のアルバムであ、違う、田中隆氏の本の、田中隆、誰だ田中隆も、はいまあ、サニーレイサービスの。はいはいはい ベーシストだってへえ<ー>がラーメン2なんだそうなんですねでその人の本の付属 CD に矢野亜子の「ラーメン食べたい」をカバーして載せたそうですああラーメン食べたいって言ったら確かありましたね、うん、指原理乃はい出たともに認めるラーメン好きで激辛系を溺愛して本当に一人で来て並んでるという噂わだ中本さんとか並んでるんですか、ね、並んでるのかもしれないですね ちょっとかっこいいんしかもね。ほんとだ。おしゃれですね、デザインね。で、この本で、ちょっと僕はこの教養が厚すぎるとビビるわけですよ。ちょっとやってらんねえなって気持ちになるのと、ラーメンを食べたいんですけど、ラーメン食べ過ぎると健康に悪いじゃないですか。だからなるだけ食べない方がいいんですよ。ねそばにネギとわさびとかのがいいんですよ。でも食べたい。食べたい。 ね、誘惑に勝てない、うん、<laughs> そこは悩ましいんですけどまあ食べましょう食べましょう <laughs> <laughs> えっとね、はい、あと名言があって,たってたんですよねどこだっけなえっとね名言ってねどこだっけさっきすごい名言をこれがラーメン界の名言かっていうあそう究極の一杯を見つけるよりも、はい、どの店でも楽しめる自分になれたが無敵です はあ。ね。なるほど。そういうことなんですよ。で、なんかやっぱ美味しい店知ってるから偉いみたいなマウントしてくるやつっていたでしょ、昔。いいましたね。なんか、ね、たまにそういう人の害がやかれるんですけど、でもそういうのはやめましょう。ね。人それぞれですしね。うそう。あくまで自分の好きなラーメンをちょっと語っていくぐらいの感じでやりたいと思います。はい。というわけで、俺様が教えてやる。 急に手のひらが。いや、まあちょっと整理しましょう。ね、葛西西葛西、まあ船堀もちょっと葛西西葛西に近いんで。船堀も入れますかまあ入ってくるかもしれないですね。市の絵は開拓できてないですね。はの絵野遠いんですよ、やっぱり。うんじゃあ、まず足利さん、葛西西葛西のラーメンといえば、これが好きっていうのあったらあげてくださいよ。うん。そうですね。 まあ、珍しいのは、万力。万力ですね。はい。まあ、万字ってどうって書くんだっけそんな感じで合っていると思うす。間違えるとハーケンクロイツになっちゃう <laughs> こ,れこれハーケンクロイツだね。逆だね。逆だ。こうかなうん、そうだと思います。どっちかなこっちじゃないまあいいや。<laughs> <laughs> 万力ですね。はい。万力さんは、やっぱ西、西西のラーメンを語る上ですごい重要な ね、ね、そうです、ね。ものになりますよね。あのー、どんなラーメンですか。基本的にはスパイスラーメン。で、僕の大好きな、パクチーが。大好きな。大好きなの。これはあれだよ。知らないよ。あ、そうか。メンバーシップ限定で。あしかさんが。 とこの西川大翔パンにたどり着く前の話をしたんだよねその時の話がパクチーとそうですね足利さんはパクチーから逃げてきたとねいう話をしたんですけどで本当にでも僕あの高層のパクチー苦手であ苦手なんだはい食べられないことはないんですけどあんまり美味しいと感じられないんで嫌なのパクチー嫌いななんかねなんだろう石鹸食べてるみたいああ。石鹸食べたことあんだかど楽し話ですけどねいやなんか普通にうまいけどねうん俺は 癖が癖というかこう鼻に食ってくる香りが苦手なんですよあ。あ,ははあれがいいんですよね、でもね、美味しいっていう人はねうんうん、うん。だからあ、ティア1からティア,ティアってか分かるティア分かる塊。レベル1からレベル3までで分けていこうか。レベル1は、まあ、どこでもある。どこでもある。レベル2は。 行って損はない、うん、レベル3最高レベルがえっとそのために行く、うんはい、そのためだけに行く価値があるみたいな、はい、他の用事とのついでにとかじゃなくて、うん、そのラーメンを食いに行くとそうそうそうはい、うん、なんか一回タクシーに乗っけたすっげえセレブの奥様がいて、はい、超金持ちなんだけど、はい 多分中国人なんですよ、うん、で中国人の奥様で、はい、まあ旦那さんもいて子供もいてでなんか奥様気さくな人で、うん、タクシーの時よ、はいね、ブーってやってたらラーメンの話になって「うん、もう日本のラーメンほんとうまいのよ!」って,って<ー>世田谷だっけ、はい、世田谷ってとこがうまい」って言ったら「世田谷?」合ってる「世田谷」「ラーメン世田谷」。 っていうのがある。火災にあるんですか。いやいや、これ世田谷ですね。あ、世田谷にある。世田谷。<laughs> ね、あ、でも、こんなんよ。世田谷。へえ<ー>。なんか、すごい、お。いい感じだね。はい。世田谷、どこにあるんだ。あ、でも、結構、いろんなところにあるね。うん。まあ、いいや、日比谷とか今もだ。閉店か。でも、確かに、日本のラーメンで美味しいので、中華料理や、うん、中国料理屋さんとか行って。うんうん、例えば、餃子美味しい。いろんな。うん、あの。うん うんとよだれ鶏とかいろいろおいしいでラーメン食べてもおいしいかなと思って食べるとラーメンはまおいしくないとかってあるのは中国のラーメンと日本のラーメンってっ違うんでね中国のラーメンはスープに麺が入ってるんで飲むスープはいはい日本のラーメンはんかそれを3倍ぐらい煮詰めたなんか濃厚なものにつけるラーメンスープをさスープ単体で出てくることないじゃないですか だけど中,華中国料理のスーあれだ、ね、ラーメンってなんかあれだよねあのチャーハンの横についてるなんかよく分かんないですよ、バン <laughs> うそう,そうみたいな感じだよね。ちょっとなんか物足りないですもんね、うん、上品なんだよね、ちょっとねこのレベル1、2、3にちょっと思いついたやつを振り分けていくとしたら、はいまあ、万力はレベル3だよね。そうですねただ、秋葉原にもあるけどね、うん、あとパクチー苦手な方はネギに。 うん、で万引きをちょっと説明しますい大事なんではい,、はい、いつできたっけなこれね記憶にあんのは、うん、えーっとね多分10年以上前なんですけどほうほうえっとなんかねその寿,寿司銀っていう店が隣にあるっ言ったことあったっけあったかも寿司銀の隣になんかラーメン屋ができるなと思って俺できる前に前通ったんですよ、はいね、そしたら 今はなんか味の調整中ですみたいな書いてあって<う>なんかもう開店直前になって味の調整してるようじゃだめだとか思っただ <laughs> だこの店だと思って、ね <laughs> ね、なんだけど、はい、その開店したらめっちゃ並ぶようになったんですよはい、はい、で一緒に鳩と買ってラジオやってた腰が「はい、あ万力めっちゃうまいの」とか言って「<う>パクチー入ってるんだよパクチー」っつって。<laughs> <laughs> でじゃあ行ってみるわって言って行ったわけですよ、はい、僕パクチー好きなんですけど、はいえっと、そしたら、まあ、スパイスラーメンっていうのを売ってるわけですよ、はい、でこれが肝なんですけど西西笠はインド人が多い町なんで、はい、インドのスパイスをいっぱい売ってるんですよ、うん、スパイス屋さんがあるんですよ、うん、スパイス屋さんそうですねそうでスパイスからカレー作る人とかにはすごいいい町だと思うんですよね、はい、ただススパイスで カレー作り始めたらその男はもう一生独身らしいです <laughs> <laughs> え。えなんでなんだろう。何だ,だろうね。なんかそういうのはあるみたいなね、うんえー。面白いですね。うん。はい。だからラーメンなんだけど、はい、香りはカレーなんですよ。そうなんですよ。だから最初カレーラーメンかなと思ったんですよ。うん、でもカレーじゃないんだよね,ね。カレーじゃないですもんね。カレーのその不思議カレーのなんか半分ぐらいの要素をラーメンに足したみたいな感じだよね。はい、うん、うんうん、確かに。 うん、だから、食べてたら不思議な感覚になってきますよねカレーの匂いするけどカレーじゃないっていうで、ブロッコリーが入ってるから栄養価も高いしブロッコリーねブロッコリー大事よはいあとチャーシューも美味しいですね美味しいですねあとボリューム結構ありますよねあるね食べ食い出がありますねうんうんあとんかちょっと音楽が怪しいねなんかエスニカみたいなエスニカみたいなねいやこの放送も危険ですね ぶっちゃけた話僕らラーメン食べに行ったじゃないですか最近今行って帰ってきた帰り際行ってね食べなくなってきましたよやばいねやばいっすよこれ万力今食べたいっすもんおじさんたち頑張ればラーメン2杯がいけるからいや飯代だねこれはねめしろだねこれはねやばい万力はもうレベル3にティアさんに入れましょうはいあとなんかシカさん追いつきますかえっともうね名前が出てこないです仲間さんと夜 歩いて、<う>あの、夕方ぐらいからしか開いてないんですよ。お昼やってなくて、えっと、餃子がうまいとこ。ああそこね。<laughs> 東川さいあそこは、何て名前でしたっけ名前はね、二代目立つです。あ、そうです。二代目立つ酒,酒場。二代目立つ酒場立つって書いてある。正式名称がわかんない。二 <laughs> 代目立つ酒場立つです。<laughs> <laughs> これティアワン, <laughs> <礼>、はい、ンだね、これ。そうですね。夜中の、なんかい、0時過ぎとか焼いてるんだよね。そうなんですよ。二時ぐらいまで焼いてるんですこれ開いてないともうコンビニでカップラーメンしかないからね。二、うんはい、台前立つ酒場立、ね、ここで食べた、なんか特製限定かなんかも、パクチーが入ってて、はいはい、俺中村さんに渡しました、ね。<laughs> 中村さん、パクチーが入ってきました、つって。ここはね、はい、なんかこの、 業態で前違うラーメンだったかもしんないんだけどはいはいいぬき的なうんんかでもあのカーテンみたいなありますねついてるでしょはいあの遮熱のはいあれがあるラーメン屋で確か名前違ったと思うんだよな昔もこれ20年以上前はいだけどいつの間にか変わってたのかこれになってて、はい、変わってるとしてもいぬきだからもう区別はつかないんだけどそうですよねはでもに レベル二に入れてもいいかなって感じは僕はしましたねなんであの餃子結構僕好きですけどねレベル二の方が低いんだよあれえレベル三だよああそっかそっか失礼しました俺なんかもう一に入ったのかと思ったあー違う違う2位3です三ですねもうもう間違いないあの餃子も餃子なんだけど小籠包みたいなんだよねそうなんですよめちゃくちゃうまいねあの餃子めちゃくちゃうまいです餃子だけでもいっていうぐらいの時もあるかもしれないビールと餃子でね行きたくなりますそう行きたくなるんですよこれやばいんですよ あそこいいよね台湾ラーメンがあるんですけど台湾ラーメンがまた辛くてまたうまいんだよねこれがねで夜中に汗だくになってそこで僕と足利さん逆方向に帰るからバイバイしてねで汗を冷ましながら「ひまそらライブ」とか「きな臭いのいて帰る」わねはい。ここもありそうでないですね。やっぱあの。 あとなんか雰囲気が酒場と言いつつあそこで酒は飲む感じじゃないじゃないですか。そうですね。お酒も飲めますよ、ね。でもあえてあそこで飲み会とかしたいですね。ああはいはい。はい、結構、うん、あの人数は入るそこそこ広いですからねうん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 。うんはい。これ二代目立つ酒場立つ本当？<laughs> 多分そう書いてあるね。はい。名前が間違ってる可能性がありますかこれね。 でなんかこの餃子、取り寄せ餃子のランキングで、あのエガちゃんが選ぶナンバーワン餃子みたいになったんで、あですかいっぱいでもなんか有名人のサインがね、この餃子、うまいみたいなそう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 、ここ狙い目ですね、ははいいあとはどこありますかあと僕は食べたことないんですけど、えっといただきね、いいただきはね、いただきは、すげえ難しい字なんですけど、この二代目、立酒坂立つの目の前以外にあるんですよね。 1> 僕一回もまで行ったことないんですよ。それだけ匂いはかなりあ、ね。匂いはもうだいぶ吸収っぽい豚骨がある。美味しい。ですよ美味しいです。なんか。入りずれづらいと思って、いつも取りい。あ、あの、やっぱ店主の。そうなんですよね。店主の愛想が。そうらしい。だって、口コミとか見ても、みんな書いてたもん。本当。<laughs> 店主が、ね、まず、まずね、絶対。必ず一回トラップにかかるよ。<う>この引き戸で開けて。はい。 閉めるときに、ちょっと取り付けが悪くて最後まで閉まんないよね。はい、<laughs> で、で、剣買い始めるじゃん。<あ>そしたら、<laughs> 閉めて閉めてって言われるの。何言われてるいいかわかんないじゃないですか。<laughs> で、多分、匂いがきついみたいに、多分周りから言われるからみたいなことを言ってんだけど、そこ空いてないときでもに、あの、そこがきいから、<laughs> 無駄な抵抗だと思うんだけど。<laughs> いただきはね、俺結構好きですね。ただこれティア三かというと、うん、あレベル三かというと、はい。まあ他でも多分九州とかで食べた方がうまいんじゃねえかなという気はするという意味で、はい。いただきは二かなというで、はい。なるほどね。ちょっといただき行かないとな。うんうんうん。これは会話に入れないですもん、いただきに関しては。そうですね。<laughs> 食べてないから。開拓しないとダメだよね。はい。 ティアさんのさ、ちょっといきなり番外編行きたいんですけど、メンヤ吉花鳥風月っていうのが、宝月っていうのがあるんです知らない知らない知ってるんだけど、確かさ。え栄吉ね。あっ、あカレーつけ麺です。はいはい。あの、本当の名前、そんな名前なんだ。カレーつけ麺は僕は普通に美味しいんですけど、味だけだったらレベル2だと思いますよ。うんうん。ね。ただ、あの、なんか、めっちゃセクシーな、 お姉さん、スナックのママみたいな人と一緒になった男みたいなのが二人でやってるんですけどそ,うです、ね、そのお姉さんのインパクトと、はいはい、まああのセクシーさが、はい、あの夢に出るレベルなんだ <laughs> いや悲しいから見せてた時は、うん、ラーメンの味よりもそのお姉さんのねあ あの、しかも店でる、店 <laughs> 出た後にわざわざ外出てきてくれて、またよろしくお願いしますっていうふうに、セクシーな感じでね、言ってくれるのが、はいはい、味を覚えてない <laughs> それが全部、どうめちゃうんですよね。<laughs> 税理士の先生来た時、まあ、ここでぜひ行ってくださいっつって、先生、先生っつって。<laughs> <laughs> ここは強烈だね。そうですね。 結構店内も、あの、アクが強いというか。アク強いね。なんかあの、水はここに必ず置いてください。置いてくださいと。他の場所に置かないでくださいみたいに、つり分きがあって。だからあの、あのお姉さんの字が出てんそうですね。説明が全部いろいろ丁寧ですもんね。なんか、時間がかかります。なんかちょっと、すごい言い方が難しいんですけど。そうですね。 ジャンルとしては、だからレストランよりお化け屋敷より、お化けじゃないですよ。もちろんお化けじゃないんですけど、そのエンタメよりエンタメよりの場所そうですね。帰り際の手書きのサービス系もらあ、そうですね。なんか呪いの券みたいな。ただ味は、そんなに味でがっかりしてとかいうこと全然ない。普通にうまいし、普通に接客丁寧なんですけど、 ただその、全然嫌な感じ,じゃないんですけど、なんかその、ラーメン屋で出る、出てくると思ってないタイプの人が出てくるんで、<laughs> <laughs> 脳がバグるんですねそうそう、脳がバグるよね。<laughs> バグるよね。はい。なんか、帰り、アシカさんとあれ、なんだったんだろうな <laughs>。<laughs> どんな味さっきな行きたくなってきたね、なんか行きたくなってきた。半年から一年に一回行きたくなるよね。そうなんですよ。ちょうどそういう、 あのこう3年一緒にやってて、はいね、34回行ってるもんねそうですね, <laughs> ね毎月とかはないんですよね毎月ではないですね <laughs> まあメ柔らかめで,、はい、であのカレーの方は、うん、まあカレーつけ麺のカレーの方は割とそのなんていうのかな甘みとうまみがしっかり入ったカレー濃厚、はい、カレーつけ麺みたいな感じですねそうですね、うん、もうちょっと行きたくなってもおかしくないんですけどはい 不思議とね。じゃあも記録がみなぎってるか、あ、てかあれなんだよ。大体あそこに行ったケースって、ほとんど枯らし屋が空いてないところなそうそうそう。アの定休日トラップがある。そう、アさんとね、ラーメン屋行くと必ず定休日なんだよ。高確率もう、やんなっちゃうね。奥様もなんかそれ気づいて。 そう。だいたい天気部だもんて。どんだけあんたは逆に、逆に肉が強いんだ週に一日しか休みないの。一回さ、あの、ね、あっつのなんだっけ。大島行って空いてなくて、しょうがねえから、車屋ラーメン行こうと。車屋ラーメンも空いてなかった。しかも日中休業ゃなんそう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 。車屋ラーメン空いてないのはもうおしまいだよ、お前は。じゃあ、駅地があって、で、ちょっと、名前出言ったら、カラシはもうレベル3ですね。そうですね。 からし屋はあそこも基本つけ麺でしたっけいやいやつけ麺もあるんですけど、はい、僕はあそこのつけ麺はね、はい、そんなじゃないんですよちょっと酸味の効いたタイプのつけ麺だったんですけどそうですよねうんあれは、はい、まあちゃんとした油,油そばみたいな感じああうではい、はい、うんとにんにくとか唐辛子とかお酢とかを自分でトッピングできる、うん、そうなんですよね だんだん味を濃くしていって食べるみたいなやつなんか多分僕はつけ麺食べたのかななん。だかんだ言って僕ともしかしたら1、2回しか行ったことないかもしれない本当？あんまり記憶はないですよ。からし屋はね、名店ですね。美味しいです。一緒に行こうって2回ぐらい提供みたいだったんですけど。ほだよ。本んだよ。いや、からし屋でもスープも多少はあるか。そうでしたか。うん。なんとも言い難いですけど。からし屋また行きましょう。スープねえからないな。 ちょっと汁気がそうそうそうちょっと汁気がって僕は半分ぐらい絶対ねこれ炙りチャーシューを頼んだほうがいいですよあはいはい炙りチャーシューがめちゃくちゃうまくてちゃんと網2枚で挟んで炙って出してくるああそうなんですね炙りチャーシューと焦がしネギがねうまい食べたくなっいね辛子はうまいですね うん、僕らのレビューは当てはんならないからあれで見ようか、はい、えっと Google マップのあれで見ると悲しさ4.0ですね高,で高得点ですね栄チ、うん、は栄チもでも高得点だったかな栄チは4.1ですね、うん、美味しいですからねうスケベ野郎がいっぱいんですよ <laughs> スケベ野郎万力は西葛西ですけどはい万力は万力も4はいってると思いますけどね万力高いだろうね、うん、あっ4.3ですねすげえおおすげえ なんかこれ俺らがレベルつけないで。<laughs> <laughs> これに従ってやればいいんじゃない <laughs> そっちの方がいいかもしんな、ね、い。そうですね。二代目酒場立つはどうなんだろう。どうかないやでもやっぱり4言ってんじゃないですかね。どうかな ?3.9。おぉ、ギリギリいってなかった。じゃあこいつレベル2にしとく <laughs> まあ。うーん、なんなんまあでも。 ちょっと、ね、この店は見つけづらいっちゃ駅からは知るいけないですから、うん、ベレベル高いですよねうん西と浦安の間らへんだし確かに駅から行けないですねそうそうそう駐車場もないですもんねうん、うん、俺そうあの場所のラーメン屋18ぐらいの時から行ってた記憶があるからチャリで行ってたねうん,うん,うん、うん、その時乗ってたチャリをなんか今ふと思い出した <laughs> うんだいねいただき乗ってますい、うん、いただきいただだききはね点 三点三だけど、<ー>この、このマイナス零点七は。店主の。そうっすね。店主なんですよ。癖がある。癖がある。はい。悪い人じゃないんでしょうけどね。まあ、職人。職人型ですよ、ね。ワンオペでずっとやってるしね。はい。嫌いじゃないけど。うん。 やっぱ初見はびっくりしてしまう人は多い,い <laughs> だって僕は、それがあの怖いとかじゃなくて、なんかそれ聞いてるのになんかその思いをしに行くのが嫌だなと思って。なんか、無愛想なラーメン屋の兄さんの絵を描いていって言っいたい大体あの人になる。いつも行こうと思ってね、一回立ち止まるんですけど、中見たらなんか、誰もいなかったりとかすると通り過ぎちゃうんですよね。なんか、一対一嫌だなみたいな。一 <laughs> <laughs> 対一のいんだけど俺あるよ。本当ですか 次はい。いいよ。無理していかなくてあとね、気合の高いやつ入れなきゃいけないのは、まあ、あの、ちばき屋ですね。ちばき屋行ってないあどうだったっけ行ったような気もする。ちばき行ったような気もする。一回。連れて行ってもらったような気も醤油ラーメン。うん、なんか行った気がしますよ。あれだ開いてなかったんじゃない駅の向こう、南側 ですよイ、ねうん、もういいちばきや行った気がする行った気がするはい本当？はい、あの僕たちのメイさんと僕たちのあーするがメイ <laughs> じゃないメイさんと言ってあのよくネットで炎上してるメイロマさん <laughs> 知らないけど <laughs> ガラスメイね 行った気車ジャンプしたらねどっ止めてね確か行った気がする千葉キアは今でこそちょっと埋もれてるんですけどもう伝説のラーメン屋なんですよはいはいかつてもう20年以上20年前ぐらいはラーメンショー全国1位をボンボン取ってて千葉さんって人がやってる千葉キアなんですけどまあ 和食の料理人だった千葉さんが、うん、その和食の道を背てラーメンを始めるっていう当時としてはーラーメンなんてさいわゆるどさんこラーメンみたいなあの、はい、なんつうのインスタントっぽい感じのやつが普通だった時代に、うん、ちゃんとしたラーメンを作るっていうのを始めたわけですよほ、うんと一世を風靡してしたわけですよね、はい、で今はそのフィーバーこそ収まっていか周りのレベルも上がったからね、うん、けどう佐賀のなんとかってラーメン屋杉うまいとこを食べたら、はい 僕、千葉キアってラーメンすごい好きなんですよ尊敬してるんですよって言ってい。そうなんだってって僕、その千葉キアの娘さん塾で教えてましたよマジでええ!」とか千葉ちゃんね千葉ちゃんラーメンの話しかしないし千葉キアはうまいけど一風堂はまずいとか言ってでもねそれはかわいいんだよね子供はねそうそうかわいくね言ってましたよ千葉ちゃん懐かしい。 千葉ちゃんんもういくつなんだろうね <laughs> あの時教えてたけどね僕が22ぐらいの時に10歳ぐらいかな12下だから30超えてんだね、うん、あんなちっちゃかったのにね,ねあってもわかんないね,、うんうん、ねそういうわけで千葉キ屋は、はい、まあここは行った方がいいんじゃないですかね、うん、ちまきも一緒に食べれるんですけど、はい、まあなんかあのー。 大盛りとかでがっつり食べる方がいいような気がしますねこはね芝木屋はねこれ3.8にはなってますけどレビュー数は1284、はい、なんで四すごいまあもう名店ですね、うんうん、ちょっと駅から離れてはないけど慣れてないと見つけづらいかもはい、うん、あと入れなきゃいけないえっとね行ってないとこで入れ,な入れたいのが t、はい だっけな H2 ってとこがあるんですよ。ちょっと気になってんのと、高し屋はあれだよね、浦安にもあるんで。ありますあります。よく言ってましたよ。高し屋でしょ。あと、ラーメン王様っていうのがあるんですよ。ラーメンの王様は、なんか、スナックでそこの人に会って、お土産の餃子食わしてもらう。ちょっと離れてますよね、ここから。あとティア 高いので入れなきゃいけないのはもう大島ですね。はい、大島の話だけしましょうか？はい、大島は足利さん行っ,た行ったよね。何度も行ったね、はい。味噌ラーメンですよね。基本ね。味噌ラーメン。あのすみれっていうあ、そうだ。なんか味噌ラーメンのよくカップ麺とかになってる。店北海道かな？あれかな<の>？ね、うん、のお店かなんかので修行した人が作ったお店で。はい ここはもう濃厚味噌ラーメンでここでしか食えないラーメンですね並んでますもんねいつも並んでんだよふざけてるほど並んでんだめっちゃ並ぶよね昼時行ったら1時間コースじゃないですかねそうっすね初めて行った時もだからうわ並んでんだと思っていっつも並ぶから食おうと思ったら4時4時とかそういう時に行くしかないかなってそれからもう11時とかに行くとかね僕はこのラーメンすごい好きではい えっとね、生姜がめっちゃ効いてるんですよ、はい、生姜味噌ラーメンみたいな感じで、うん、味噌ラーメンもそのまあチャルメダの味噌ラーメン作るじゃないですか、はい、あれの濃さを1とすると1とすると、うん、あれの3倍は濃い、うん、濃厚ですねあとなんかもう何て言うかな水というよりはなんか、うん、固形な感じがするよう濃厚なスープ、うん、でち縮れた麺とあと 僕が好きなのはね、あの、キクラゲを、はい、トッピングなんですよ。はい。そうすると、山ほどキクラゲボンってきて、うん、それを、キクラゲ本当好きなんだよ。<laughs> そのラーメンの話の <laughs> 本質ではないんだけど。はい。いや、大島も最近行ってないから。大島のこの特典は4.1ですね、ほらね。大島4.1、はいまあ。この辺がティア、ティアさ、うん、エーベルさんかなって感じですかね。 でまあチェーン店だけど僕たちがよく行くだるまの芽、うん、だるまの芽は <laughs> まあレベルでいうと1位になっちゃうんだけど、ねはいまあ、僕らとしては主力だよねそうですね現金なくてもスイカで買えるし、はい、あのだるまの日,日毎,毎月8日に行けば600円で食べれるんだよね、はいはい、しかも次回また600円で食べれる券がもらえるだら結局600円でしか食わない <laughs> <laughs> 10円の日に行ってダブル替え玉でダブル替え玉でにんにく入れまくってもう足利さんと行く時はにんにく同盟組んでそうですねもう2回足利さんだけペペロンチーノ食ってライブライター中俺がにんにくせえなと思った時に事案があって片方しか食べないとねそういうトラブルが起こるんで同盟組まなきゃいけない同盟組まないといけないですねまあそんなとこですけどちょっともうちょい開拓してですね いや確かに思いのほかありますねうんいやラーメン屋さんそうっすね,、うん、っすねあと紹介したいとこほかにもあるんですけど、はい、とりあえず今日はこんなとこにしてですねはいだ,からだるまの目が1で頂が2で、うんはい、2> 残りは3か3多い3ばっかりもちょっとどうかと思うけどね柴木屋と立つ、うん、は2にしとくあまあそうですねそうしよっかうん こう千葉キアと立場に、はい、千葉キ屋三でもいいんだけどでもなんか万力からし屋よりはちょっと落ちるよねそうです、ね、あのパ,パワフル度がね、はい、パワードがね栄吉、うん、はなんかもうある意味んだよねそうですね <laughs> <laughs> 突き抜けてますよ栄吉 <laughs> <laughs> はちょっとレベルが違うよね <laughs>、はい、ずば抜けてますか、あのー、ラーメンって締めで食べるじゃないですかはい エキシの場合はスナック行きたくなるだ。<laughs> 女の人と喋りたいと。<laughs> ラーメンってお腹いっぱいにならないですからね、うん、エキシの場合はね。すごい綺麗なね、パターンで。はい、本当に、いろんな衝撃が。そうですね。そうだから一番インパクトがないのが味かもしれないですね。<laughs> <laughs> あ美味しいと思うんだけど、<の>なんか、 覚えてならないんだよな、んとなんか、何の味だっけ情,情報が多いんですよね。情報が多い。情報が多い。<laughs> なんか、貼ってあるものとか、<laughs> 手書きの文字とか見てると、なんか、心が、胸がいっぱいになってくるよね。<laughs> うん。はい、あ、えいきち、矢沢え吉きちのファンなの。あ、え、そうなのそういうことなんだね。へー。いやー。えきちですかね、やっぱね。 からのからし屋とかがいいんじゃないですか <laughs> <laughs> あしごしちゃってみたいな、うん、普通にガチでラーメン好きでおすすめは万力と大島ですね、はい、秋葉原店も僕タクシー乗ってる時行ったことあるけど、まあ、味は一緒なんでそっちでもいいと思いますし、はいうん、まあ大島万力大島はなカップ麺になってたかな多分あなってたかもしれないですね、うん はいじゃあ2回目からはティアにティア一レベルにレベル1中心になるというシリスズのみな放送ですけどそうです開拓もしながらですねそうですねこれだけリストを作っていけたらねいいかなと思いますやりましょうというわけでアシカさんいただきといてくださいわかりましたはそれではお聴き頂きありがとうございましたまたお会いしましょうチャンネル登録といいねぜひよろしくお願いします